まさかあなたが老人ホームで働いてるとはね。うちの店を辞めてからこんなところで働いていたんだ。こんなところで悪かったですね。でもそこが明日からのあなたの職場ですよ。もうあなたは店長なんかじゃないんですから。あ？経営していたスーパーが業績不振で閉めたんですよね。もうお店もなくなってあなたは店長じゃありません。それで行き着いたのがこんなところの老人ホームなんですから。言っておくけど、お店を閉めたのは私のせいじゃないわ。近くに競合店ができたのが悪いのよ。それさえなければ今でも私はスーパーを経営できてたんだから。はいはい、妄想はそのあたりにしておきましょうね。タラ、レーバーの話ほど無意味なものはないですから。なんですって？それで無職になったリナさんはうちの老人ホームに、ユウヤは今どこで働いてるんですか？私の元婚約者でリナさんが略奪したあのユウヤは、ユウヤはもう別の会社に転職したの。私との結婚資金を貯めるためにバリバリ働いてるんだから。結婚するんですか？あんたの元婚約者と私は今もラブラブなの。もしかして私たちが別れてるとでも思った？残念でした。お店でやたらと私に残業を押し付けてるかと思えば、社内恋愛中で婚約者のユウヤを店長のリナさんが略奪。あの時ほどの修羅場はなかなかないですよね。せっかく残業を押し付けたのに早く帰ってくるのが悪いんでしょ。あんたがもう少し遅く帰ってくれば、彼との略奪恋愛ももう少し長く楽しめたのに。どうやらまだ反省していないようですね。反省？何それ、美味しいの？そうでした、リナさんはこういう人でした。略奪して私に謝罪どころかお店から追い出すような人ですもんね。リナさんの性格の悪さを思い出してきましたよ。性格が悪いだなんて失礼ね。あのお店は私の店なのよ。経営者は従業員を好きに解雇してもいいんだから。それで略奪を知った私を問答無用でクビにしたんですもんね。あの理不尽さと悔しさ、一生忘れることはないですよ。私も一生忘れることはないわ。あの男を奪う快感と、奪われたダッサい女の絶望の顔、スリル満載でとっても楽しい思い出だわ。相変わらず最低ですね。こんな人と今も付き合ってるユウヤもアホですよ。今となってはあの時に婚約を破棄しておいて本当に良かったですよ。ペッ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 、惨めな人生のくせに何を言ってるのかしら。何ですって？婚約者を奪われて仕事もクビになって、そして最終職先はこんな老人ホーム。惨めすぎて涙が出るわ。経営者から老人ホーム社員になったあなたも相当惨めな人生ですけどね。はぁ？よくもまあ店が倒産しても私に強気な態度を取れますね。その神経のずぶとさだけは尊敬しますよ。何言ってるのよ。店が潰れたんだからこうでもしないとやってられないの。ストレス発散のサンドバッグを見つけたんだから私だってテンション上がるのよ。サンドバッグですって？それ私のことを言ってます？そうに決まってるじゃない。最初はこんなところで働くなんて嫌だったけど、あんたがいるなら少しはマシだわ。あの時みたいにいっぱい残業しつけてあげるわね。前の職場ではあなたが店長で私が従業員でしたね。でもここでは私が上司であなたが従業員です。新人社員が上司に残業を押し付けられるとでも？そんなの簡単にできるわよ。だって私とあなたの仲だもの。え？上司とか従業員とかは関係ないの。男を略奪された時点であんたは一生私の格下なのよ。つまり残業を押し付けられても文句を言えないの。それ本気で言ってます？だとしたらだいぶ頭の中はバカウイルスに侵されてますね。あは、だからお店も潰れちゃったんですかね。あ？ちょっとあんた、店長に向かってバカって言ったわね。元店長です。店を失ったのに店長面はやめてください。店はまだ失ってなんかいないわ。いつか私がまた立て直すんだから。それまでまだお店はあるの。そう、私とみんなの心の中にね。はーい、これはもう治療不可なバカウイルスに侵されてますね。施設の利用者さんに移さないでくださいね。またバカって言ったわね。私の店は親の代から引き継いだ地元に愛されているスーパーなのよ。絶対に復活できるんだから。そういえば万引き犯にはめちゃくちゃ愛されるスーパーでしたね。
赤字が出るほど万引きされまくってましたし。それは監視カメラが壊れたままって噂が広まったから、立て直すときにちゃんと全部直すわよ。立て直せる時が来ればの話ですけどね。うるさい！あんた私のことをバカにしてるでしょ。婚約者を私に奪われたくせに、私を見下しなんて許せない。あんた、自分の立場をまだ分かっていないようね。私からすると分かっていないのはリナさんの方ですよ。明日からを楽しみにしていなさい。まさか新しい職場に私がクビにした惨めな女がいるとはね。日頃のストレス全部あんたにぶつけて発散してやるわ。その前に今日付でクビですよ。え？今日付でリナさんはクビです。採用後明日から出勤の予定でしたが、その前に解雇となります。履歴書はこちらで処分しておきますので、職場に来なくて結構です。それでは失礼します。ちょっと待ちなさいよ。私がクビですって？まだ働いてもないのにクビってどういうことよ。まだあんたに一つもストレス発散してないんだけど。だからクビにするんですよ。上司の私に堂々と、パシリ&サンドバッグ宣言ですよ。こんなアホで危険な人を雇う我がにはいけません。はぁ？それにここは老人ホームです。中には体の弱った利用者さんもいるんです。そんな人たちを任せられる人ではないと判断しました。何よそれ、まだ働いてもいないのに判断できるわけないじゃない。前職で一緒に働いたじゃないですか。気に入らない社員に残業をしつけたり、時には空き箱の段ボールを投げつけたりしてきましたよね。それは前の職場での話でしょ。ここでするとは限らないじゃない。アホは同じことを絶対に繰り返します。だからアホなんです。次は私のことはアホって言ったわね。あんたいい加減にしなさいよ。私より格下のくせになんて態度を取っているのよ。今はあなたが格下なんですよ。私は上司で、あなたは新入社員なんですから。うるさい。大体上司だからって簡単に社員をクビにできるわけないじゃない。できますよ。何言ってるのよ。私は一度経営者をやっていたからわかるのよ。たかが上司ってだけで気に入らない社員をクビにはできないの。そういうのはトップの経営者じゃないとできないんだから。私がそのトップの経営者ですけど。え？あなたの上司であり、ここの老人ホームの責任者でもあり経営者です。クビにする権限は私が持っています。ちょっと待って。え？あんたがここの経営者？はい、経営者です。そんなのありえないわ。だってあんたは私よりも年下じゃない。その若さで経営者なんておかしいわよ。実はここの老人ホーム、理事長が私の親戚なんです。え？そのつてで働き始めて最短で資格も取って、今年から経営者を任されたんですよね。と言っても、ほぼ雇われ経営者みたいなものですけど。え？それでも私は経営者で、ここは私の職場です。自分の職場なんだから従業員を辞めさせるのも私の自由ですよね。リナさんもそう言っていたじゃないですか。待って、お願いだから首だけはやめて。それだけはどうしても困るの。今までのことは謝るし、パシリもサンドバッグ扱いもしない。だから首だけは許してちょうだい。急におとなしくなりましたね。リナさんのことだから逆ギレで出ていこうと思ったんですが、実は他のお店じゃ長続きしなくて、まあここしかないの。これ以上無職だと、ユーヤにも婚約破棄だって言われているのよ。え？あのユーヤが？経営者で金があると思ったのに、潰れるなんて裏切りだって。だから私、早く働いて貯金して潰れた店を立て直さないといけないの。じゃないとユーヤに捨てられちゃうの。急に深刻に。だからお願い、首だけはやめて。あなたのせいで私たちが破局したら、一生恨んでやるんだから。お願いなのか脅しなのか、もういいです。しっかり働いてくれたら文句はありません。とりあえず首は保留しますが、その分しっかり働いてくださいね。ありがとう。私ものすごく真面目に働くわね。お疲れ様です。職場にはそろそろ慣れましたか？ちょっとどうなってるのよ、この職場。みんな私に冷たいわ。私は地元に愛されるスーパーの元店長なのに。え、皆さんとても優しい方ばかりですよ。どこが優しいのよ。私が笑顔で挨拶しても不愛想だし冷たいのよ。ここの職場の人たちみんな冷たくて仕事にならないわ。あんたが経営者なら私が働きやすい環境にしなさいよ。じゃああなたクビで。え、そうですよね。皆さんが働きやすい環境にするためには経営者として不要な人は解雇しないと。え、気づかせてくれてありがとうございました。たった数週間でしたがお世話になりました。ちょっと待ってよ。え、首、私が、なんで？他の職員の方から苦情の声が出てるんです。一
人の婚約者を略奪するような人とは信頼して働けないって、リナさんがいると、皆さん働きづらいようなんですよね。なんで私があんたの婚約者を略奪したって知ってるのよ。私誰にも教えてないのよ。まさかあんた、みんなにチクったわね。そんな子供じみたことは一切していません。じゃあなんで略奪のことがバレたのよ。リナさんが地元に愛されるスーパーの元店長だから、じゃないですか。え？地元スーパーの店長が従業員の婚約者を略奪。こんなのすぐに噂が広まるに決まってるじゃないですか。地元の方々がスーパーのお客さんなんですから。あ、そしてうちの従業員は既婚者の方が多いんですよね。仕事柄主婦の方がとても多くて、略奪なんてご法度ですよ。皆さんがリナさんに冷たいのも仕方ないかと思います。でもあんた経営者でしょ。私をクビにするんじゃなくて他の人を注意しなさいよ。確かに経営者ですけど、その前にあなたの略奪行為の被害者です。あなたの味方をする理由がどこにもないですよね。ピュー。というわけでリナさんは今日付けで解雇になります。ゆうやにしてられないように早く次の職場が決まればいいですね。それでは失礼します。私が思っている以上にリナさんの略奪の噂は地元上に広まっているらしく、あんな人を雇うとか気が狂ったかと思ったと逆に従業員の方々に心配されてしまいました。リナさんはその後近くのコンビニでアルバイトをしているようですが、潰れたお店の再建は到底難しいようで、略奪カップルが別れ話でかなり揉めていると新しい噂が地元中に流れています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。